ギガ連射。さあ、やっていきましょう。クターのわらしべ。クターズ、ストロー、ミリオン、ミリオネア。ストローミリオネア。ってことだね。これはね、人気ゲームだと思うんですわ。クターのシリーズの中では。なんですけど、一回取ろうとして、ハイスコアを挑戦しようと思ったんですけど、うまくいかず、断念してたんですね。うん。上がすげえ。上がすげえ。順位が。ガラ77を初めて見る名前だな。入ってきたね。年末に向けて。実力者というか、力を貯めてたやつが、参入してきたね。まずはあらすじから読んでいくか。ほい。笑っているのか泣いているのかさっぱりわからないが、デートの時間に遅れることのできない脅威の無表情キャラクター。チェリーとのデートの時間が迫っていて焦るクタ。プレゼントは売り切れ中。そうだ、とりあえず家にあるものを持って行き、途中で誰かと交換してもらおう。そう考えてクタは、カバンにアイテムを詰めて急いで家を飛び出した。チェリーに会う前にプレゼントがなくなってしまうとゲームオーバーだ。みんなを満足させつつ、チェリーが気になるプレゼントをクタはゲットできるかということなんですけど。まあね、ルールはね、まあやってみりゃわかるか。やってみりゃわかるか。ネイビーだ。この中に、ここにあるものを何個か詰め込んで、行くんですが、例えば草。例えば草。例えば、ボール。例えばリンゴ。味噌汁と、これスープカレーかな。寿司とかね。4つは選ぶと、あ、4つだっけ ?5 つか。じゃ、リンゴも。あ、マヨネーズ。あ。4つね。で、例えばネイビーはボールが好きだから、ボールを渡すと、あれ?ネイビーだっけ?あれ?乳牛は草が好きなので乳牛に草を与える。すると牛乳がもらえるとか。牛乳をブロスに与える。ブロスは飲む。みたいな。あ、忘れてるな。あ、ティッシュくれた。寿司をあげよう。ティッシュくれた。ティッシュをチークに。もう何もなくなっちゃうんで、このままラストに行きます。あ、ピカクターだ。いやいやいや、ということになるわけですね。はい。これね、YouTube に攻略動画みたいなの上がってて、あるんですけど、めちゃくちゃ難しいんですよ。ちょっとそれ試してみるか。ちょっとお待ちくださいね。よし、やっていくぞ。しっかり研究してきた。研究ってのはこういうこと。エクセルでね、インテリアザラシ。調べてきたよ。どれが、誰がどれに与えたら何が返ってくるのかをね、調べてきた。そして、まあ、自分なりのね、ベストアンサーで挑もうと思う。持っていくのはマヨネーズ。これがポイント。マヨネーズ。そして、ボール。ジュース、リンゴかな。ちょっと、まあ、悩むところ、まだ悩みがもっといい方法があるのではないかなというところで悩みがあるから、やるしかない。これこれを与える、これこれを与える、トントン、これを与える。で、ここはポイント、マヨネーズをブロストに、ついでにアイスクリームも。で、ここでトントン。で、これをこっちに。どうね。ツナ缶をスモーク。んで、1、2、3。ほい。で、1、2。1、2、どっちだ、こっち。迷うな。頭で考えな。もう、自動で手を動け。これで、こう。これでこうですね。これでどこまで伸びるかな。よし。自分なりのベストアンサー。これじゃ無理だった。花束がポイント高いんで、花束。400、655。で、ケーキ。
で、リンゴ。で、ジュース。あー！でも700いかないのか。はぁー。12。えぇ？ 12 か。いや、もう考えうる最高の方法なんですけどね。の中でのベストパフォーマンスなんですけど。あれ？じゃ、この、これより上の人たちはどうやってんの？どうなってんの？わかんない。わかんないな。インテリアザラシ破れる。やり方わからん。誰か教えてくれ。でも誰か教えてくれって言ったってもうないよね。もう期間が残ってないよね。仕方ないな。ここまでだな。どうなってんだ、この辺の点は。わかんない。何もわからない。695頑張ったつもりだけど、上の連中はもっと取ってる。いやー、すごい世界だな。なんか、このルートでやったらもっと点が上がるとか、知ってる方がいたらコメントにお願いします。もうこのゲームはできなくなるかもしれないけど、そういった、あ、そうだったんだってのを教えてほしいな。ということで、クタのわらしべでした。苦戦した。あと、わらしべは R もしなくちゃいけないので、R もそのうちやります。ほなまた。